こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブカルチョビット青、サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビット青、始めていきたいと思います。4位の筑波大学ですね。結構強敵です。常に上位に入るチームですからね。S が多い。なんか疲れてる選手とか、いや結構ブラッククラブチームなんじゃないの。疲れてたりする選手が多いですよね。練習試合やりましょう。何がいいんだろう。いますよ、大阪。そう、まどかも疲れてんですよね。はるかを出して、ジャネット、節子、リオ、カナかな。この辺で行きましょう。カナ衰え早いな。強いですね、やっぱり、リナセ。リマセ大阪。頑張ってほしい。いいですね、いい抜け方。おっと、出し抜かれた。カナが。おっと、ノーホイッスル、包み。はるか横飛び。はるかもだいぶ力つけてきましたよね。ゆうなが左へ。さつき、誰がいるんだ？こちらボールをスローイン。スピードついてきましたね。だるまに取られてしまった。ここうまくボールを取ってくれるといいんですが、攻撃が早い。パンチング。スピード戦ですね。スピード戦であり、空中戦でもある。まただ。ちょっと怪我が響いてます。おっと、大混戦。クリアしろ！クリアできずに北原に取られて、決められてしまいました。さあ反対サイド、ユーナ。さあこれはちょっと枚数が足りないか。合気道。2点目はきつい。ここは頑張りどこ。落ち着いてる。おっと、無敵に取られてしまった。リオはさすがにこれはクリアですよね。すぐ返していく。早い。横飛びはるか。さすがです。はるか頑張ってます。おっと、さつき。ここら辺はベテランの強さか？アディショナルタイム1分です。試合終了ですね。ボール支配率はこちらが圧倒的だったんですよね。課題はやっついただきました。うわ、また怪我？信じられないです。スタメンを見直さないといけないですね。ほんと怪我が多い。
クラリスに代わってマドカか。萌えいいですね。萌え A が2つある。美穂に代わって萌えかな。節子、まあそれほど強い選手じゃないんですが、使えないのは痛い。女子選手いたら入れて入れ替えたいですね。うん、ないんだよな。さ、かなり満身創痍の状態で本戦に挑まないといけなくなりました。あ、なるほど。変えられるのか。3枚。真ん中が、守備が強いのかな、このチーム。キーパーは誰？キーパーがわからないのか、この状態だったら。あ、このあのメンツでいきます。さあ、こちらがホームです。勝率も高くなってはおります。もちろん強敵なので安心はできないです。さあ、勝てるか？みゆき、こういうとこだよな。かしな、かしま。緑取りました。おっと、当たりがきつい。さよ、抜けた。また毛が見えの可能性がある。くるみ、だ、少し上げた。ちょっと力不足だったか。またファール。さあ、これで相手のアッカーにイエローです。緑が蹴ります。ロングシュート。奪える力はない。さあ、弥生抜けられます。うまい当たり。さあ、サヨが上がっていきます。おっと、インターセプトされました。が、マドカ、緑。さどこが早い？くるみ。サチコ。うまい、ここはうまいですね。相手の枚数がやっぱ多い。あと、先取点取られてしまった。さあ、まだ観客は諦めていません。ちょっと一瞬目を離した隙に。てか、右に振られちゃったんですよね。この動きで楽にしてしまいました。さあ、前半30分を過ぎました。チャンス、緑！同点！緑さすがです。楽な場面ではなかったですよね。すぐに同点に追いつきました。みゆきが早かったですよね。落ち着いて決めました。みゆきのロングパスを見事です。
おっと、縦パス。これは、七子が防ぎました。左、いいのか？ああ、やっぱりインターセプトされた。もったいない。うまい、七子。どこ？さよ、さちこ。まどか。アディショナルタイムは2分。これが最後攻撃になるか。前半終了です。やっぱり中盤に負荷かかってますよね。片方交換させたい。サチコかな。ミオ。今1対1の同点です。後半に挑みます。おーっと、ファール。値がきつい。くるみが蹴ります。ファールではないのか。かなり値がきつい。川島。さあ、リードして勝ちたい。この試合を。やっぱり強敵ですかね。勝ったら、つながりますからね。さよ、緑がセンタリング。ちょっとどうだ？もうちょっと噛み合っていればというとこですね。くるみ。あっさり取られてしまうと後に響くぞ。マゼランに上げられてしまいます。早い。アッカー、萌え、諦めません。さあ、マドカ、モンナに当たられてしまいました。一回緑が取ったんですが、怖かった。右に行きましたね。おっと、結構みんな疲れている。リオ。じゃない。リオとカナ、どっちがいい？リオを挑ませましょう。お、交代が効かない。気がつけば疲れが溜まってるっていう感じですよね。ミド、あ、オフサイドか。おっと、石野。夏木横飛び、危なかった。マゼランが早いです。どこにその元気が混ざってんだ？サッカーはチームスポーツ。ナナコはワンツー。モンナの高さに及びません。リオ、左ですね。もうほとんど時間ないですね。アディショナルタイムは1分。これで終わりか？試合終了。この試合も1対1。引き分けでした。先制されます。弥生に。一瞬、ディフェンダーが右に振られるとこを決められてしまいます。その5分後、これですよ、緑。みゆきが長い。そしてすかさず消える緑。後半ですね。なかなかつながらないっていう状況が続きます。これは右へ。
モンナが高い。だが、まだチャンスだ。だが、リオは、ちょっと弱かった。甘かったですね。繋いでも良かったかもしれないですね。結局はほぼ互角の戦いと言っていいんではないでしょうか。ボール支配率はこちらが上回ってますね。当たりがきつかったっていう印象があります。2位ですね、引き続き。リマス大阪が迫ってきましたね。勝ち点20。エルダード欧州とのあれですよ、直接対決ですよ。あ、格安外国人生。おっと、おっと、ヤフーがいるよ。久しぶりの女子選手、出物ですね。まあ、悪くないですね。1000万にして、これはだったら筑波大学にいるってことですかね。あれ、さっき対戦したチームじゃない。本当？不満持ってるんですかね。まあ不思議ではありますが、オファーを取ってみました。現在の選手データです。ちょっと怪我が、ヒラリーの大怪我が痛いですね。あと A が結構増えてきた印象があります。 S はハート以外いないっていうのはまだまだなんですが、それでも穴はないような状況なので楽しみです。怪我した選手がミッドフィルダーとディフェンダーなので、取れたらエリカあたりミッドフィルダーに合格かな。もう一応選手データを見てみよう。ヒラリーそんなに強くないですからね。年俸は3800万ですから、年俸は節約したいかもしれないです。ヒラリーのまだ上がる予感はあるのか。でもこういうとこでお怪我は痛いですよね。はい、というわけで、今回残念ながら引き分けとなってしまいました。次回は強力エルドラド欧州戦です。だからそんなに強いとは思えないんですけど、チームも多いですし、まあキーパーで守ってるチームかな。やっぱりこのゲームキーパー大事ですからね。キーパーで回って宮田とか、まあ、フランコとかで決めていくっていうチームです。あ、キューラが、キューラ S3つのキューラが怪我で休んでるから、結構チャンスかもしれませんね。そういう意味では一流クラブということで、しっかりここは勝って、勝てば首位に奪い返せるんで、後から追ってくるリマス大阪などにも対抗しないといけないので、しっかり、勝っていきたいと思います。よろしくお願いします。応援といえば、ぜひチャンネル登録で、助けてください。残り40人ほどで、収益化の一つの目安になります。1000人達成いたします。ぜひご協力いただければ幸いです。ブログ、ツイッターやっております。説
明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。